like to be first woman to win Formula One?すごいかっこいいなと思ったし、思ってでカートに乗ってすごく楽しかったからずっと続けてます。今までずっとお父さんがずっとコーチをしてきてくれて、一番自分の走りも分かってるし、自分の走りも分かってるし、自分が乗りやすいセッティングも分かってるから、それを分かった上で自分でそれを最初から答えわずに自分で探させてくれて、で間違えたらそれをちゃんと修正してくれるっていうやり方をやってくれるから、すごい自分にとってすごいいいコーチだなと思ってます。体の筋肉のつき方も違うし、平等っていうか、大変じゃないかって言われたら大変だし、女性だけのレースがあったら、すごいあれなのかな、いいのかなとも思うけど、やっぱり人口女性のやってる人数も少ないし、そういうのは無理だと思うけど、やっぱり女性男性で分けるよりも男性の中で勝つのはすごい大変だけど、でもその中で勝ったら多分すごいかっこいいし、多分、女性だけのがあっても男性と混じって勝った方が自分的にも嬉しいし、そっちを選ぶと思う。